はいどうもこんにちは。ちょっとね、やってないことが何個かあったんで、ちょっとそれをやってみたいなと思います。と、まず1つ目は、えー、っと、119番に過去で、えー、っと、過去の119番かけてないのね。119番。だから結構、あの、冷たくあしらわれてしまったけど、過去119番はいい感じにしてくれんじゃないのそんなことない えっと、救急になりますかね。中に閉じ込められてしまったので、助けてほしいんです。消防隊員が行った。ちょっと手がかりが少なくて、我々だけでは動けないので、警察の方がいいかもしれないです。あー、昔の感じ、これ3連発したらどうだろう。昔119番だったら、なんか冷たくなかったね、だいぶ。それとも俺がここで3連発みたいな、えー、救急の方で何か助ける手段ありませんかね。 こちらでは手段がないです、えー。警察に電話できない何かやましいことが。いやいや、ないですけど。警察の番号をご存じない。<laughs> 110番でかけることできますけど。でしたら警察に。あ、ちょっとなんか、ちょっともうすでに高圧的な空気感はあるな。これ3連発やったらブチ切れるんじゃないのか、これ。怒 <laughs> るかな。はい、119番です。佐藤ですけど、なんでこっちにかけてきてるんです 警察にかけてください。110番。だったら警察にかけて、もう10円がつきまして。あ、もしかしていたすらですか <noise> あ、完全にいたでんとかしてしまった。あ、エンブレムを見つけた。おろろろちょっと待って。なんかね、エンブレムで画像が手に入ったんだけど、なんか、いいことあるよ。ハートハートっていうのが書いてあって、えっと、00ゼロゼロ、シコシコ ?00。ゼロゼロ シコシコ。これで番号なんかあるっぽいんで、ちょっとなんか、これエッチな店にかかるんじゃないのてるてるつながるかな ?00 シコシコはまずいでしょどれはい、どちら様でしょうか透き通るような美しい声。ではなく、のぶとよさんの声がする。この番号にかけるといいことがあるよって紙切れを見返したものですから、つい。失礼しました。さよなら。ちょっと待ちなさい。冷え <laughs> 男は言った。ちょっと、その紙切れってどこにあるのよ最近当たるといいのよ。あんたみたいな電話。多分その紙切れのせいよね。まあ多分そうじゃないですかね。がっかりしてんじゃないわよ。大体そんな紙切れに本当に電話しようなんてあんたもあんたでどうかしてるわよ。怖い人につながる電話だったりしたらどうするわけこの状況も結構怖いと思う。男からの説教が続く。あ切れた。これあえてシコシコ。 シコシコテルテル。ちょっと続けてみようぜシコシコテルテル。<laughs> はい、どちら様でしょうか。やっぱり、おっさん。さっきかけ間違えたみたいです。すいません。失礼しました。ちょっと待ちなさい。冷え。<laughs> あんたさっき電話かけてきた子よね。なーに。本当は何か用があるんじゃなくて。大変な試こちらもボックスから出らなくて困っているのは事実。助けて。公衆電話ボックスに閉じ込められていまして。 佐藤直樹と言います。助けてくれたらお礼はします。それ流行ってんのあんたの前に電話かけてきた子たちもみんな閉じ込められるって言って面白い。くど <laughs> き文句としてありえなくないいや、でも、狭いブックスに二人っきりってのはなかなか。<laughs> <laughs> やべえやべえよ。間 <laughs> 一発だったわ。<laughs> なんでそんな、この00 4こしこは、あ、そっか、他のゲーマー、これちょっとめたい発言ってことなのかな。<laughs> えー、のぶさん。 えー、冷え <laughs> そんなに間違えるわけないでしょなに閉じ込められてるのってのはマジなわけ一応マジなんですもうお金もないしどうしようもしおれてるのもかわいいわねでも諦めちゃダメ私には仲間たちとの人脈光栄あんたもすぐに見つけてあげるやべえよやべえよ <laughs> 大群で押し寄せてくるぞお姉が さあ来るのかこれは <laughs> ふと目開かなかったボックスが別に開いてませんでした男の姿はない男の仲間たちの姿もないのか通常もうか助けを求めるには無理があったかえー、助けに来ないのかよお姉に囲まれエンドなのかと思ったわ <laughs> お姉と電話しただけやん <laughs> とね過去の 病院には電話多分かけてないよね。ちょっと過去の電話病院に電話かけてみましょう。どうなるんだろうね。まあ入院してるわけもなしに。かかんのかなダメかな満腹屋さんですね。予約は20時からで大丈夫そうですかはあ、えキャー失礼しました。ごめんなさい。こちらは町川市民病院です。あ、病院ですか公衆ボックスに閉じ込められていまして、 手当たりし第いに電話をかけていました佐藤直樹と言いますうーん警察に電話して満腹亭って何満腹屋さんが <laughs> 気になる満腹亭じゃなかった満腹屋さんちょっともう一回かけてみようか満腹屋さん <laughs> なんだそれ <laughs> はいこちら町川市民病院です佐藤ですけど満腹屋ってあらえだ忘れてください看護師の新人歓迎会で使おうと思った飲み屋さん 予約できるか折り返しの電話折り返しさせてたの満腹屋さんと間違えて答えちゃった間違い気にしないでくださいねふと思い出した満腹屋は俺がこの電話ボックスに閉じ込め閉じ込められる前に飲んでいた居酒屋おいおい奇跡か町川市で満腹屋といえば一店舗しかないはずへえー、そこまでいた客だといえば助けてもらえるかもしれない満腹屋の番号を教えてもらえませんか助けてもらえるかもしれないので 居酒屋さんに頼むの無理があると思うけど確かに <laughs> えっとあ満腹亭の番号をもらったぞちょっと待って059630だね満腹よしじゃあこの過去、まあ、満腹亭 ×3 やりたいからちょっとこれは過去に過去病院にかけ続けてみようか過去3回やってみようどれ町川市民病院です 居酒屋に助け、病院でも無理です。訪問時間、診療時間もそちらの場所も分かれません。警察、警察に行った方が絶対いいんだよな。これはおかしい。砂糖がおかしい。病院にどこから探してくれっていうのは無理よ。特定かけてみようか。059630。満腹、満腹。ずっと満腹屋のこと、満腹定って言ってんだ俺。 <laughs> 満腹って俺手の方が、えー、先ほどまでそちらで飲んでいた佐藤と申しますがお俺がこの電話ボックスに閉じ込められる直前まで飲んでいた居酒屋、えー、料理上手な店長と一人息子の店員の二人かえーえー、鳥の料理が強みここのユッケは絶品であるいいね <laughs> お忘れ物でしょうか、えー、公衆電話ボックスに閉じ込められていますと助けてもらえると思ってます あなたたたさっっっきままで何何ややてててか覚えてます何やってたの泥酔したからどうせ覚えてないでしょうけど料理を出すのが遅い料理が冷めてる態度が良くないいー料理や酒は転ぼこぼしてばっかりいやついさっき清掃が終わったくわーひどいことやってんなさぞ迷惑いやクソ客ぞこれはひどい <laughs> それはダメよ 覚えてないという無責任な発言があまりひどすぎて自分自身に苛立ちを感じていた泥酔しすぎちゃったのねダメよそれはこれかけ直すとどうなんだろうな、えー、先ほど電話した佐藤不快な思いをさせてしまったことをお詫びしますあえらいちゃんと謝ってる一度やってしまったことは変わらないですが謝っておきたいという気持ちが強かったお謝ってるえらいねなんて言葉はありますけど 何の神様かでは言ってないです薬病神かもしれませんよ、ね、あちょっとそれはちょっとパワープレイすぎるわまあ怒ってるんやろうけどね本当に申し訳ないあこの状況ではどうしようもないもう3回謝るかとりあえずこれ <laughs> 満腹屋さんまあ怒ってまあね薬,薬病神は結構喧嘩売ってる感があるけど、えー、佐藤と申しますが本当に誠にご誠にごめんなさい えー、食材の費用もお支払いします、えー。破損物があればそれも弁償します。電話で謝ることしかできませんが、お金は尽きたので、これが最後。自分の身の安全よりまず謝罪なんですね。ちょっと好感が持てます。おうちの店に来てもらえます、えー、ちゃんと食べにでも来てください。今回のことはそれで水に流しましょう。あら言うても店を出てからそんなに遠くには行ってないでしょ しらみつぶしおーいめっちゃいいやつやんありがとうございますええー、すげえめっちゃ優しいやん、満腹屋の店員さん。ちゃんと3回かけて3回も謝ってきたのは気持ちが伝わったんやろうね。うん。え、満腹屋さん助けてくれるエンドかあ、急に開いた満腹屋の店員がいた佐藤さん、ようやく見つかりましたよ。 え料理いやまずは佐藤さんの体がなんていいやつなんだ先に病院に行きましょう俺は満腹屋にいた、えー、同じ料理を注文しちゃんと味わって食べていたあの時は本当にすいませんでしたあ佐藤さん酒は飲まないんですあれだけ迷惑かけたらとても飲めませんよまあトラウマだろうな <laughs> 清掃もやっていくなら飲んでいきないよ <laughs> 奥から店員が声をかけてきたそうそう自分の楽しみをそぐ必要はね飲むのが好きならそれは無理に抑制してもつらいだろあー店長いいやつ 失敗もいいするときはするさ失敗の後始末だけはちゃんとしろ他人に迷惑をかけて終わるのはダメだうんそれがきっちりしてりゃ問題ないさ料理なんかしょっぱくなってきました <laughs> 泣き終わってからゆっくり食いねえなんていい店主なんだしばらくして店員が言ったところで佐藤さんちょっと気になっていたんだけどなんであの時電話ボックスにいたのわざわざお姉さんが店に迎えに来ていましたよねえ姉姉さんが俺を迎えに来ていた 姉かこれ <laughs> じゃあ俺はなぜ1人で電話ボックスにいたのか頭の中に考えてはいけないことが浮かんでいる早瀬さんじゃないんだ1人で逃げ暮らしで逃げて介護を押し付けて呼び出されたと思ったらそこに酔っ払ってどうしようもない弟がいたら姉はどう思うだろう推測でしかないんだ考えてもしょうがない事実を確認することができそうにない真実怖いねこれは <laughs> あんね疑惑エンドン 不幸の大破片何これメモしておくと不幸が訪れるかもなんでそんなメモしなきゃいけねえんだよ、まあ、するけどさえー、米6で点てん点てん,てん,てんかあと何すればいいんだろうええー、お姉ちゃんだったのは早瀬さんちょっと怪しんでしまって申し訳ないなこれ姉なのかそうするとこれ満腹亭の満腹屋の過去にもかけてみようかよし満腹屋の過去に電話してみましょう これぐらいかなあとは、お姉の加工にもかけてないか。お電話ありがとうございます。深層開店満腹屋です。あ、10年前から。じゃあ10年なんだ。水分と覇気がない。飲んでいた居酒屋。うん、そうだね。さっきの話のやつがあって。本日はどういったご用件でしょうか手打ちそばの体験ピザの宅配 ?90 分の焼き鳥食べ放題 <laughs> なんかすげえ。<laughs> いろいろやってる <laughs>。 激辛カレーのチャレンジスイーツバイキングいや瞑想してるな余計なお世話だと思いますがお店繁盛してますとんでもねえこと言うな手広くいろいろとやりすぎじゃないですかあんたに心配される筋合いはないあ何も思うところがあったんだろうないやーなんかなんかキュッとくるなこれはだいぶ悩んでたんだなお電話ありがとうございます 佐藤でですがお,、えー、お店大丈夫でしょうか好きなおうるせえってご利用いただいたお客様でしたがこりゃすみません <laughs> つい先月のことですかえー、むすいや妻亡くなっちゃったんだかなった矢先のことでしたあれもやろうこれもやろうと2人で夢を膨らませていたのですがうまくやってないのは事実えマンプケで飲み会を行い酔っ払ったからああなるほど飲み屋自体がなかった たらのこの店はクソだやめちまいととどめを刺したらどうなるなとんでもねえこと考えるな、えー、本当なら鶏料理鶏うけが抜群に美味しいお店、えー、俺は電話ボックスに閉じ込められるだろうえー、この店はクソか鶏料理始めませんかなんだこのやつまあ、とりあえず鶏料理をはじ鶏料理をやってみたらいいと思います、えー、炭火とかで良い鶏を入れて鶏うけとか 確かに中,中途半端だったかもしれません。鳥一本で集中するのは良さそうな気がします。おお、その方向性でやってみたい。10年後にまた電話します。電話ボックスに閉じ込められて食べに行けないとかおかしなことを言ってると思います。鳥料理に専念すれば必ず店は繁盛します。だから10年後も店は潰れないでしょうし、必ず電話は通じるでしょう。それまで頑張ってください。<noise> 現在の満腹亭にかけてみようか、そしたら。えーと、そしたら。 現在の満腹亭は059630これって満腹亭三連チャンでも助けてくれたけど過去満腹亭でもいいのかなどうなんだろうねえー、店員長のようだ10年後にかけてきたよ10年前もちろん覚えていますよあっ鶏料理的に絞った結果今店は今でも繁盛あこれはさすがに恩義を売った感じがあるね どうにか店を存続することができました。取り受けもあります。ぜひ食べに来てください。息,息子と二人であちこち調べますよ。常連のお客さんもたくさんいるんで、きっとすぐに見つかります。あらー、店長エンドだ。まあね、俺のアドバイスがなくても。まあでもね、一応言ってあげたこと。どうやって気づいたんだろうね。あの静止だと。これでこれで店長が来てくれて。あとは、この店がクソだ潰れちまえエンドもやらないといけないのか。 佐藤さんですねこいつうちでめちゃくちゃしていた人じゃないかこのクソ野郎 <laughs> やばいやばい <laughs> まあ怒鳴り散らすのは後にしようや <laughs> なんかちょっと後味悪いな <laughs> あそうだったねクソ野郎だったね店を再建くれさせてくれた恩人になっているので <laughs> 恩人が大暴れしたの最悪だろ <laughs> 自分が助かりたいために助言した人という恩を売っただけにすぎない <laughs> あちゃんと分かってんだったらいいんじゃない もやもやとした気持ちは残るが後悔していても仕方がないまあそうねこれ何エンドになるんだ偽善エンドいや後味悪これこれこれでこんなに後味悪い35ねこんなに後味悪いのにさこれ <laughs> こんな後味悪いことあるんにもっと見せつぶしたらもうやばいんじゃないの見せつぶすとこまでいきましょう この店はクソだ <laughs> 良いところが何一つありません。料理が出てくるの、ああ、お前、未来で言ってること。心にもないことを言うのはしんどいお前言ってたんだぞ。手広くありません。もっと多くのお客様に答えるためには、もっと他の分野にも手を出した方がいい。味でリラックスしながら回転寿司が楽しめるとか。<laughs> すぐに店を辞めたほうがいいんじゃないんでしょうか。 そのお金は息子さんのために使ってあげた方がよっぽど幸せになるとんでもねえ誰だとあなんか刺さりすぎちゃってんじゃんもうメンタル病んでる人にはっきり入れてくれてありがとうございます現在の満腹亭に電話したらきっと鬼畜野郎だなマジで <laughs> これはひどい0九、えー、9 6 3 0こんな鬼畜なことをよく言えたな <laughs> 心に思ってても絶対に。現在使われておりません。満腹屋は潰れたのだろうか。じゃあ出れるのかそんなことないのか。でも閉じ込められてる事実はだから、ここで未来が改変されてないとおかしいよね。俺が一人暮らしているアパートの部屋だった。ああ、状況を回避はできたんだろう。満腹屋へと向かった。空き地になっていた。呆然とするしかなかった。 一家人獣などしてないだろうかよからぬ考えが頭に浮かんできてしまう彼らの人生を自分勝手にねじ曲げて自分の今の俺がいる適当な人生を送るわけにはいかないタクシーの運転手に転職この目で確かめたい各地に移動できるこの職は人探しにはうってつけだった満腹屋のことを尋ねては走る彼らとの再会を信じてえー、なんか後味はリーのばっかだなマジでホロエンド これでえっ、ー、とそしたらこの謎番が不幸の大がけら大がけらじゃ <laughs> ちょ不幸の大が,大がけらにかけてみようか米から始まるんだねランダムでた,た,たどり着かないように米の65535えー6えー、怖いんだけど不幸の大がけらってな何かかかんのこれバックいきなり怖い話になったりしないよね 怖い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 近くで電話が鳴り響いてる怖いこの音電話先じゃなくて怖い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  ねえねえお父さん不思議なんだよこのおもちゃの電話が本当になったんだよお,お父さん俺のこと状況がわからずあたふたしているとまた一人女性が歩み寄ってきた早瀬ゆきさんなんで急に急性で呼ぶのよ今は佐藤でしょ結婚してる俺と早瀬ゆきが結婚しているこの子供ももしかしてあなたそろそろ遅くなってきたし帰りましょうねえ春子夜ご飯は何がいい私はお母さんが作ったハンバーグがいい目玉焼きが乗ってるやつ よしそれじゃあそれにしましょう松屋で買って帰りましょうちょちょあなたもハンバーグでいいわねああ幸せを絵に描いたような状況だ好きだった早瀬ゆきと結婚している子供にも恵まれ家族全員で遊園地で遊んでいるあれだけいろんな人生があった同じようにいろんな未来があっても不思議ではないこれは夢じゃないのかベタだけど自分のほっぺたをつねってみるこういう時って痛いと痛くない痛くないいえ夢じゃん怖っ どっちでもいいよな。ああ効果不効果なんて他人じゃなく自分か決めることだ。俺は幸せだと思ってるんだから。うわあこれ絶対に病院で目を覚まさなかったパターンのやつだ。公衆電話、カン。いー起きなかったエンドだ、声。Thank you for playing. プレイしてくれてありがとう。声。 面白かったこんなシナリオもあるんですねちなみにシコシコの過去はかけたらつながるのか試してみましょうシコシコの過去ははい誰ではなく男の声その髪切れ最近お前みたいな電話多分その髪切れのせいだよなおいがっかりするなあれ過去過去でも変わんねえのかこれ 俺の悩み電話が四六時中かかってきて朝でも夜でも時間はおかまい,いなしえー、かわいそう助けを呼ぶ声が脳裏に焼き付いてきて夢にまで出てくるくらいであまりに必死に助けを求めてくるだから助けてあげて守ってあげたい愛おしいっていうのかな不思議な気持ちでな女性じゃなく男性に対してもそういう気持ちが芽生えてる気がして <noise> <laughs> 彼の新しい一面を開花させてしまった <laughs> いやー過去お姉になったのは自分のせいだったんだな。やば